めゲームプラン。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは戦術ポジショナルツリー。今作初ツリー型4、3、2、1を使ってみました。なお今回のこのツリー型ですが、こちらのチームをベースチームに設定して使用できる。通常の4、3、2、1と比較すると中央傾向強めのタイトな形となっております。ここ最近ずっとポゼッション戦術のゲームプランをご紹介してきましたが、今回は久々のショートカウンター。しかしただのショートカウンターではありません。攻撃面での火力という点で少し控えめな印象のツリー型と縦の推進力マックスのショートカウンター戦術を組み合わせることで絶妙なボールの持ち感を実現しました。まさに疑似ポゼッション戦術とも言うべき、通常のポゼッションのプランよりもテンポよく流動的な攻撃が楽しめ、ゴリゴリのショートカウンターのプランより割と落ち着いて攻撃を組み立てることができます。ですのでこのプランはポゼッションでやっていてちょっと攻撃が停滞しがちな方や、ショートカウンターでの攻撃のテンポが速すぎてやりにくいと感じる方におすすめのゲームプランとなっております。そしてこのプランはもともと当チャンネル大人気プラン地獄のカウンタープレスシリーズの新作としてご紹介する予定だったこともあり、強固なカウンタープレスというおまけ付きです。そんな地獄プレスシリーズの面影を残しつつ、今回の人選はこんな感じです。そしてそれぞれのプレイスタイルはこちら。さらには控えにはこちらの豪華メンバーが勢ぞろい。今回使用したのが通常よりタイトな形のツリー型ということで、もちろん今回もナゲルスマン理論が欠かせません。一見混雑しそうなインナーラップサイドバックの採用ですが、このような配置の仕方を当チャンネルでは攻撃用インフォーワ状態と呼び、あえてラップしそうな役割を近くの選手同士に与えて、それぞれのポジションの選手のプレースタイルによる動きと周りの選手に合わせて押し出されるような動きのランダム性を楽しんでおります。そしてシステムの可変というのがツリー型の醍醐味であり、基本の4、3、2、1の形から4、1、4、1、さらには3、2、5の形へとパスをつないで前進していく中で姿を変える可変システムにも注目です。ヨハン・クライフによりますと、ポジショナルプレイというのはボールを持った選手に2つもしくは3つの選択肢を作り出すプレイということでありまして、適切なポジショニングはいくつものパスコースを作り出し、さらにはボールを奪われた時に即時奪還できる可能性を高めます。そしてそれはこのeフットボールにおいてもとても重要です。自分がやりたいサッカーを表現する上では必要不可欠と言っても過言ではないでしょう。しかし現実のサッカー同様、ピッチ上の選手たちを全員思い通り動かすことができません。操作できるのはその瞬間瞬間でたった一人。我々にできるのは監督を選び、チームコンセプトを決め、選手を集めてゲームプランを組むこと。複雑なサッカー理論に基づく検証などは不可能ではありますが、パスがつなぎやすく攻撃がやりやすいか、そしてカウンタープレスが効きやすいか、シンプルにこの2点に焦点を当てて突き詰めていくことでポジショナルプレーに近づかせることは可能です。長々と結局何が言いたいのかと申しますと、このプランではそれに近いことが実現できたということです。自信作です。戦術ポジショナルツリー、少しタイトなツリー型4、3、2、1にナゲルスマン理論をぶち込んで、適度なスピード感と溢れ出すパスコース、そして絡みつくような強固なカウンタープレス。ポジショナルプレーという少し難しい言葉の触りだけでも意識して、エキサイティングなあなただけのポジショナルツリーを体制させてください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。